はい、こんにちは、レインボーユニオンです。今日はですね、ちょっとテレワークの話をしようかなと思っています。なんかね、ちょっと外があのすごい大嵐っていうか、なんかすごい状態なので、ちょっともしかしたらあの音がこう入るかもしれませんが、まあそういうのがあります。で、テレワークの話なんですけれども、実は今あの私どものホームページのところに具体的な名前を明かして、団体交渉を申し入れましたというものがあります。ちょっとだけご紹介します。どれだ、これか。はい、長岡市教員に対して偽装請負の改善求め交渉申し入れという、そういうタイトルがついているものになります。長岡市教員、長岡市、新潟県の長岡市、大体あの新潟県のあの長いニューンというところの大体真ん中辺ぐらいを想像してもらえればいいかなと思いますが、そこの教育委員会の話です。相手自治体でそんな違法なことっていうふうに思うかもしれませんけれども、まあ私どもから考えてこれはちょっとダメじゃないですかという話で、交渉を申し入れています。まあ、ちょっと中身入っていきたいと思いますが、本文こちら下ですね、ここのとこ本部が始まりますが、長岡市の小中学校、長岡市立何々小学校とか何々中学校というところなんですが、ICT 教育活用のサポートを行う ICT サポーターが働いています。私ね、横文字とかアルファベットのあれするのやめてくれとか言って思ってるんですが、ICT、情報通信機器ですかね。まあ、IT というふうな言葉はあったわけですけど、まあ、コミュニケーションという意味の C が入っているということらしいんですが、まあ、それをやっていると。で、直接の雇用主は、今回は株式会社ベネッセコーポレーション、まあ、教育関係ではね、有名な大手ですけれども、長岡市の教育委員会は、業務をベネッセコーポレーションに委託をしています。委託、あるいは請負というふうにも言いますね。なんですが、実際にはですね、その、学校にいる教職員、校長先生、教頭先生、それからいろんな先生いるわけですけれども、その人たちが ICT サポーターに対して、あれをしてくれ、これをしてくれというふうに、指揮命令をするという形が取られています。で、これはいわゆる偽装請負に当たりますので、具体的には労働者派遣法に違反をするということになります。で、まあ、正直今日この話はしないで、まあ、次回以降というふうに思っているんですが、しばらく前、もう10年までは経たないんですが、ちょっと前にですね、英語の先生と一緒に教室にやってきて、英語の授業を行うという、ALT、アシスタントランゲージティーチャーですか。その人がやはり、一部ですね、請負で入っていたということで、英語の先生と直接指揮命令関係が生じますので、これは違法ですということで、まあ、文科省もですね、通知出したというのはあります。今回近いかなというふうに思っていますが、まあ、それはともかくですし、その次なんです。ちょっと下あれですかね、ちょっと出しましょう。はい、ここのところです。またコロナ禍のため月1回開かれる定例会は Zoom が利用されていますが、高速インターネットの通信に、加入する費用を一方的に労働者に押し付けてきました。月々かかる負担は決して軽いものではありませんという、この部分が、今日のちょっとテーマに、したいというふうに思います。まあ、ちょっとずつ話していきたいと思いますが、まずはその ICT サポーターって何なんっていう話からスタートしますが、これはですね、文科省のドーンという、ちょっと
ちょっと君は外れてもらおうかな。はい、文部科学省はですね、こうドーンと打ち出している、ギガスクール構想というのがあります。ギガ何と思うかもしれない。その右下にあのグローバル&イノベーションゲートウェイフォーオールってあの日本語にせよと思うんですけど、あのとりあえずですね、文科省はギガスクールっていうのをやりますっていうふうに言うてます。で、有名なのはですね、やっぱあの小中学校の子どもさんたちにタブレット1人1台だというふうにしてあのやるのがあるんですが、ちょっと下に行くとですね、こうですかね。ここら辺にですね、その細かしい話が あります、例えばその一人一台端末整備、安心安全な端末活用とかですね、こういうのがあるわけですよ。で、学校で、子供一人に一台の端末が行くと、でそれがインターネットにつながるんだということになると、学校で、ものすごいいっぱいの回線がドーッと一気に使われることになるので、学校はそのインターネットのすごく太い回線を持つというような工事ももう終わっているということなんですが、問題はですね、ここからです。タブレット配りましたと、インターネット回線接続しましたと、いや分かりましたと、問題はそれをどうやって使うかということです。で、当然その学校の先生たちはですね、そんなものをですね習って、大学を出ているわけでは当然ないわけで、研修をしながらということになりますが、専門家ではないということになるので、どういうふうに授業で使おうかなとか、どういう実際の機器どういう操作をすればいいのかなっていうのが、まあそんなにはですね、はっきりとは分からないという状態になるわけです。それで、あの ICT サポーター、まあ、あるいはあの文科省 ICT 教育活用アドバイザーでしょ、なんかそんな名前のものをあの民間の人が入るよと。で、文科省の想定としては、その人が先生に対して、こういう ICT を活用した授業あるんですが先生いかがでしょうかというふうにしてこう提案をする、あるいは学校で先生たちに対してですね、あの機械はこういうふうに使えばいいです、こういうふうなのができますよという研修を行う、研修の講師ですね、要するに講師、あるいは講師の助手もあるかもしれませんが、そういったことが想定されているんです。文科省の想定は多分そうだと思います。ただ現実にですね、学校の先生たちがこれをというふうに思っているのは、その操作をすることによって、実際自分の授業を助けてくれって話になるわけです。それからもう一つ、授業は授業でそうだと、で実際の公務のですね、作業というのは、まあ、昔だったら先生がこう手書きでしてたというのはあります。それがだんだんその各学校でシステムを整えて、各学校ごとのシステムがあったというのはあります。だけど今今度、まあ、多忙化の解消とか長時間労働の解消とかね、先生忙しいからっていうのがあるかもしれませんけれども、文部科学省から、まあ、いくつかこう、まあ、こういうのありますよみたいな、多分宣伝みたいなのがあるんだと思いますけども、教育委員会の方でじゃあうちのところの学校はこのシステム入れますみたいな感じで出てきているんですね。で、私も正直何のこっちゃと思ってわけわかんないんですけど、聞いてもなんですが、長岡市の場合は C フォースという、まあ、C はあのアルファベットの C でね、フォースはあの4番目というやつの4th と書いてありましたけど、それなんですね。あの検索していただければそれボーンと出ますし、操作方法は動画になってるっていう、まあ非常に丁寧なあれなんでいいんですけどね。実は今回の件で、協力をしていただいている、まあ、学校の先生の方がいらっしゃるんですけども、とにかくわからないと、自分は特にというふうにおっしゃってましたけれども、自分は特にそういう機会で全然わからないんだと、だから ICT サポーターのあなたにぜひこういうのをやってほしいんだと、手伝ってくれとこう言うんですよ。で、手伝えってことになると指揮命令関係がそこで発生するので、あのやっぱり受け入れではちょっといかがなものかなという、そういう話になるんですね、当然ね。で、まあそれはともかくとしてなんですけど、一応そういうあの流れになっています。で、問題はなんですが、その戻しましょうか、あ、まあまあいいです。
こっち、さっきの。ちょっとごめんなさい。自分で操作してある。よいしょ。先ほどのこの、テレ会がズームになってという話なんですけども、もともとその ICT サポーターの場合は1日7時間学校に行って残り1時間を自分のうちでこう作業をしてそれを会社に報告をして1日8時間働くという格好になっています。で月2回ずつ各学校には行って、でそれが9つだからの会社学校を回っているので月18日かなというふうになるんですけども、でそれプラスその定例会ということになりますね。で月1の定例会なんですけども、前はですねその普通にまあ集められていると、別にあのベネッセコーポレーションの支店があるわけでも何でもないので、どっかのまあ貸し会議室みたいなとこ行って、仕事ですよね、まあ、定例会だということでやってたそうなんですけども、このコロナの関係でさすがにそれはねという話になりまして、ズームでって話になったらしいんですね。で問題、そのズームは今あの流行りじゃないですか。流行りなんだけど、そのやっぱりその映像音声をやり取りしなければいけない、それがこう何人もこうわーっとある画面ありますよね。あれどうも重たいらしくて、やっぱり厳しいということなんです。いや自宅は大丈夫なんですっていう人いるかもしれませんが、ちょっとこれを見てもらいたいんですが、ハローワークで、そのベネッセコーポレーション の、 その ICT サポーターだろうなと思うものの求人をざーっと検索してみましたところ、全国あっちこっちで58件あります。でこれが一番、福井県なんですけども、仕事内容、子どもたちや先生のパソコン活用をサポートするお仕事です。現在多くの仲間が活躍中、男性女性とどうしてこれ書くんですよね、毎月の定例会で交流しています。パート労働者1125円ということで、新潟の長岡もこの1125円です。で他の地域行きますとですね、ちょっと違うところがあります。これ京都で、契約社員扱いで18万5千円とか、この1130円、愛知で1200円、愛媛でこれ契約社員で16万5千円、これ愛媛ですね、1060円、大阪で1140、岡山で1060、埼玉契約社員で19万、埼玉1140円、この1140円、静岡で1130円、これ東京で契約社員で22万、東京1300円ですか。まああのこんな感じでですね、まあ最低賃金プラス300円ぐらいでやってんのかなという、そんな感じはしますし、多分委託で受けてるということは、そこの教育委員会から出てくる仕事のその単価でね、人を雇うというのがまあ原則だと思いますので、まあその差が若干あって。値段の差があるのかなともちょっと思います。でこの仕事あの安いと思いませんか。あの先ほど言ったようなその先生に授業をこういう授業いかがですかというふうに提案する人なんですよね。つまり ICT を活用するという専門家であると同時に、子どもたちに対してこういうふうなことをしたらどうですかというその教育的な面というものを持たなければいけないんですが、問題はここだと私は思っています。ここですね、学歴不問で資格不問であるというところ。学歴不問資格不問で学校の先生にこういう授業をしたらいかがですかっていうのは、ね、ちょっとどうなのかなと思いますが、当然要するにこうでなければこの金額1000何百円っていうことでは募集が効かないという意味なんだと思うんですが、
まあ、ちょっとこういう点でもどうかなとは思います。で問題はそのこの金額で、まあ、東京はこれ1300円ですが、新潟の場合は行き過ぎました、よいしょ、はい、この、福井県と同じく1125円なんです。で先ほどのちょっと働く日について言いましたけれども、いわゆる本当の本当のフルタイムではちょっとない、ちょっとかけるぐらいなんですけども、結局月の手取りにしてしまうと14万5万なんですね。でそれぐらいの生活なので、まあ、正直きついという状況です。ですでその上でですね、先ほどあったように高速インターネットの通信、まあ具体的には何でしょうね、光回線になるのか、Wi-Fi になるのかね、だと思いますけれども、それ入れろという話になってきたわけです。で、今求人票にも見た通りですね、パートとか、あるいは契約社員という形をとっています。長岡の場合は6ヶ月間で更新ですね、年度のところで2回やるという、4月、3月の年度のところでですね、2回やるという、そういう感じのようですけれども、結局その更新の時にですね、今回の時に、高速インターネット通信がないと、Zoom の関係があるので、入ってもらわないと困りますという、そういう話になったらしいんですね。で、まあ、組合員はですね、その状況だと仕事続けられないのかな、どうかな、というふうに思ったらしいんですが、やっぱり先生と一緒に授業に行って、子供たちと触れ合う中で、もう長い、学校の先生たちの移動よりも、全然長いぐらいになってきますので、小学校ね、入った時の子供たちが、だんだん卒業近づくみたいなね、そういう感じですよ。なんで、ちょっと転職するのはなと、せっかくね学校の先生と一緒になって、いや俺大変なんだけどさ、いや助けられてるよっていうふうに声かけてくれるという中で、やっぱり転職するのはなと、こういうふうに思ったという、そういう内容で相談に来ているということです。で問題、このじゃあ通信費とかこれって一体誰が出せばいいのっていう話が当然出てきますので、次のところちょっと行きたいと思いますが、はい、テレワークの関係は当然その、まあ、自宅にパソコンがあるねとか、インターネットも昔のダイヤルアップみたいじゃなくて、なんとかなってきましたねということが、まあ、出てくれば当然、自宅で勤務するということが考えられるようになります。それで今ここはですね、在宅勤務での適正な労働時間管理の手引きという厚労省の方のものですけれども、まあ一番はここになるかなと思いますね。ちょっとちょっとだけ見ていきたいと思いますが、初めにから始まりましてこうやるんですけども、これ平成24年ですのでちょっと前ですよね。で一応初めにで、在宅勤務というのは、まあ、職住近接、その住んでるところと働いてるところが近くにあるねということで、まあ、通勤の負担が軽減される。で多様な働き方はこれちょっと眉唾だと思ってもらえばいいと思いますし、あと最近災害時の事業継続計画、まあまあそうかなというぐらいでいいと思いますが、まあ労働者側から望んだのかどうかっていうのはちょっとありますので、一応そういう風になったと。で今のワークライフバランス実現どうかな、これもなんか違う意図があるような気がしますが、でもそれやるとしたらっていうのですけども、やっぱり労働時間管理できるんですかということと、あと労働者の側からですね、長時間労働になるんじゃないですかという疑問、不安、そういったものが出てくるわけです。それで厚労省の方はじゃあっていうので手引きをしましょうということになります。で、まあここ在宅勤務というのは何ですかっていう、まあこういうものですねとかですね、まあメリットがありますねとかですね、
在宅勤務のその仕事についてとかですね、なんかいろいろ、なんかこれ見てると最初から在宅勤務に働き方を選択肢から取り除かないで何とかしてくださいっていうふうに言いますし、あるいはその随時その在宅勤務させるということも可能ですよみたいなことを言うんで、まあなんかね、よっぽどなんかテレワークさせたいのかなって気しますが、まあこういうことをやらせてくれと。ちなみに全然こういうことと関係なく、コロナのねことと関係なくテレワークしてたっていうところの会社さんに勤めてる組合員いたんですけども、一番は情報を外に漏らさないかどうかということだそうです。在宅勤務の特性についてっていうのでありますかね。まあね、これまあ心配事としてはやっぱりむやみに介入すべきでない私生活の場所でよくありますよね。ズームの背景は何だとかねありますよね。2番、仕事と日常生活の時間帯が混在する、まあこれもありますよね。まあこの辺がねちょっとあれかなと思いますが、じゃあ労働時間どう管理すればいいんだという話で、この辺こういうことをやったらいいんじゃないですかというのが出てくると。で、労働時間規制についてはもうもう決まってることなのでこの通りやってくれと。まあただまあ厚労省はなんで、まあ、変形労働とかありますよみたいな、まああんまりいいことではないことまで書くんですよね。で、あとまあ労働時間とは何ですかとかですね、みなしとは何ですかとかですね、事業場外労働というのは何ですかとかですね、在宅勤務は労働時間が最低しがたいですか、そんなことはないんでね今ね、とかですね、こういうものが作られているということになります。で、他にですね、今回これ派遣労働者のテレワークというものもちょっと出てきたんです。でですね、これなんですけど、コロナ関係のもので、派遣労働者もテレワークの活用をお願いしますというのが出てるんです。で、一定程度実施してるというんですね。で、まあ当然ね、その業種によってはちょっと難しいとかですね、情報セキュリティ上の問題があるんですとか、まああるっちゃあるんですけども、これまではこういうふうなことをやってきましたと。で、今後はこういうことをしなければいけませんねということで、まあ、具体的にはこのガイドラインの、まあ、今ちょっと概要ですけれども、まあ、こういった内容が あるだろうということで、結構テレワークにするとしたらというのがなかなか大変っちゃ大変なんだなという感じはちょっとします。はい。まあね、これを本格的に実施するんですかっていうふうにも思うんですが、まあテレワークでね、確かに通勤は楽になってありがたいというのはあります。ただやっぱりいろいろ聞いてると、まあ私も経験をしたことっていうことで言うと、やっぱりその私生活とその仕事というものの境目がないということで、そのやっぱこう気持ちの切り替えがなかなかしにくいというのはあります。やっぱりその点が一番でしょうかね。で、次に多分労働時間の長さということかなと。まあどうですかね、その労働時間ここからここまでびっちりっていう時に、まあちょっと、まあ、ご飯を食べたとかね、その休憩があるよ、中に1時間ありますよとかいうのはそれはそれでいいと思いますけども、その中全部がびっちり仕事なのかと言われると、もしかしたら違うかもしれないことありますよね。洗濯物回しましたとかね、ピッて回してくるだけですからって、ちょっと干しただけですからっていうのはね、あるかもしれませんよね。その労働時間と私生活の時間がこうごちゃごちゃになると、その中もごちゃごちゃだと外もごちゃごちゃになるので、ちょっとその辺でちょっと心配なのかな。で、
その3つ目に費用負担の問題が出てくるということなんです。で、例えばなんですけども、今私がこれ仕事してるとするじゃないですか。ここがね、自宅なんだと、外にね、会社があるんだと、でここで今やってますよと。さて何が違うかというと、例えば今ここにですね、ディスプレイがあってつけてるじゃないですか。これの電気代はどうなるんだと、これのあと維持費とかね、これどうなるんだというのは出てきますよね。だって会社に行けば確かに通勤費はかかる、まあ、会社が一部補填、全額か知りませんけど補填するというのはある。まあ服とか、まあ、そういうのは確かにちょっと負担が減っていくんだろうけど、それ以外の電気光熱関係はこっち持ちっていう風に、まあ、なるじゃないですか。で、その費用負担ってどうするんだって話になるんですけど、それでですね、そこがですね、どうしても必要なんです、そこは。で、こうなります。ですね、テレワークのモデル就業規則ですっていうのを、これも厚労省が作成の手引きを出してまして、すごいなんか、すごいデザインですよね。これなんかどっかのなんとかっていう会社に出してお金すごい払ってるんでしょうかね。いいですけど、あの目次がありまして、テレワークとはからスタートして就業規則が必要ですっていう話が入り、規定の例というものはこういうものがありますねというのがこうずらずらとあるんですね。で、ちょっとテレワークはいいんですけど、就業規則が必要な理由は、まあこれはもう当然必要だと、どうしてもいるんだということになりますから、これはいるんだよと。それから法律、最低限のものは絶対必要ですねと。それからまあ労働条件の変更と合意について、まあこれも当然ですねと。場所が要するに自宅でしかないという、それだけなので、まあなんだろうね、外回りって考えたらいいんでしょうかね、よくわかりませんけど、まあ普通はこの事業所で働いてるけど、たまたまあなたは今ここにいるという、まあ、そう考えたらいいと思いますが、こんななってますねと。で、就業規則はどう作ったらいいですかというのからありますが、ちょっと下の方下の方です。ずっとあるんですが、後で皆さんぜひ厚生労働省のホームページありますので見ていただければと思いますが、この辺は労働時間の規制の関係ですよね。非常にあれなんですけど、事業場外休憩ありますね、それから所定の休日、時間外労働、出退勤の方法について、ここですね、はい、ここです。テレワーク勤務時の賃金、費用負担、情報通信機器等の貸与、規定例ということになっております。で、賃金の構成というのは、まあ、基本こういう形ですね。その基本給があり、手当があって、その手当の中は、まあ、家族手当、家族がいたらその分とかですね、通勤手当、それは交通費の関係です。役職手当はまあともかくとしても、正解金手当、休まないで出ましたねっていうやつがあって、割増賃金、時間外、休日、深夜というふうになっているということで、まあこれも普通なんですけども、まず通勤手当についての決まりはこうでどうですかっていうのがあるんですが、まずこうなんです。先ほど見た通りです。ただし、在宅勤務をしていて、それはまあ週4日以上なんだと。そしたら、丸々この金額ですというふうに払うのではなくて、実費で払わせていただきますと。これはまあ合理的ですよね。通勤してないわけですから、通勤してないところに通勤費払うというのはちょっとうまくないですよね。それはまあそうだろうなと思います。で、ここからですね。基本給ですけれども、テレワークだからといって基本給を減額することはできません。これは不利益変更になりますので、これはできません。ただし、テレワークで労働時間が短くなる場合、
労働時間にそうした基本給とすることはできますと。まあ、これ問題も若干あるかと思います。労働時間をあらかじめ定めている場合で、まあ、コロナ禍で大変だからお前の労働時間減らすわっていうふうに言われると、それはちょっと違うだろうということになります。それから、諸手当ですけれども、諸手当減額はできません。これも不利益変更ですからね、できません。なお、テレワーク勤務によって、勤務日数の変動、労働時間が短くなるという場合、その手当の性質に相応して、処遇はこう変化することはあるだろう、ということですね。それは手当の性質によります。例えば先ほどあった家族手当ということになると、それは労働時間と関係ないので、それはさすがにの短くなっての勤務がとかいう手当が少なくなりますというわけにはそれはいかない。まあ、そういう内容です。まあ、役職手当とかね、そういうことを言ってんでしょうかね。それから通勤手当、まあ、ここです。終日在宅勤務を行った日は会社に通勤することがなくなり、会社へ出勤する日数が少なくなりますので、公共交通機関の通勤定期券相当額と実際に通勤した実費を比較して、定額となる方を支給するケースもあります。まあ、まあ、この辺はね、しょうがないところもあるかなとは思いますね。で、費用負担、ここからです。はい。テレワーク勤務の規定ということで、今54条で、書かれているわけですが、まず会社が貸与する、情報通信機器を利用する場合の通信費は会社負担とする。うん、そうね。在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。3、業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費、その他会社が認めた費用は会社負担とする。その他の費用については在宅勤務者の負担とする。こういうふうにですね、何は何、何はどっちというふうにして、書く必要があるということですね。で、ちょっと解説をいきますが、在宅勤務にかかる通信費や情報通信機器などの費用については、通常の勤務と異なってその在宅勤務を行う負担とすることがあり得ますと。労使どちらが負担するか、また会社が負担する場合における限度額、さらに従業員が請求する場合の請求方法などについてはあらかじめ労使で十分話し合い、就業規則などにおいて定めておくことが望ましいですと。で、特にということですが、従業員に情報通信機器など作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないことに留意する必要がありますと。です前半はですね、どっちが負担するんだと、そのことをちゃんと決めなさいということを言っていて、かつ労働者に負担をさせるときは就業規則に書けというふうに言っているんです。で、まあ、その下も言いましょうか。とりあえずね、通信回線使用料、電話料金ですね。通信回線の使用料については、まあ、確かにブロードバンドになってますよねと。で、個人使用もするので業務と個人使用の区別は難しいよねと。で、通信回線はもう個人が契約していることもあるので、その利用料はその個人負担あるいは一定額の手当を払っているケースが多いですと。で、ただ在宅勤務実施者の自宅に通信回線が設置されていない場合は新たに引くことが必要なので工事費が必要だから、この費用を会社で負担するのか個人負担にするのか決めておいてくれということですね。それから電話料金が考えられるわけですが、在宅勤務中の電話連絡については家庭用の電話、従業員個人の携帯電話を利用すること、あるいは会社が貸与する携帯電話の使用を原則とするケース、まあ
いろいろあると。で、会社が貸与する携帯電話を使用しない場合は個人負担とする方法のほか、電話の請求明細から業務用通話分のみを会社が負担する方法も考えられると。ですね、いろいろあるだろうと、まあ、そこもまあいろいろ考えてくれということですね。それからここまで、その文具備品などについてですね、まあ、基本それは会社負担だろうと、まあ、それはそうですよね、普通はね、そうです、ね、で、文具備品の通信、通販事業者と契約をして、自宅にじゃあそれ配送するよと、請求は会社の方を取ってくれというような方法も、まあ、これ確実ですよね、確かにそうですね、頭いいですねこれね、という方法もありますねということですね。それからここはもうちょっと見ましょうか、水光熱費、この自己負担についてなんですけど、一応一定額負担するよという方法にもなりますよということです。ただこの例を取る場合は割増賃金の算定基礎に参入することになりますので忘れないでねっていうことです。それからパソコン等と貸与する場合、これ貸しますよと、まあ、あと他の会社の許可を受けずにソフトウェアインストールしないでくれみたいな、あのセキュリティ上の問題が発生するので何とかせえという話ですね。まあこんな感じなんです。で、今あの見た通りですね、どこ行った、ここら辺ですかね。まあ、基本的には労使で話し合いをしなさいというそういうことを言っていて、かつ、まあ、あの業務に必要なことですので基本は会社が負担すべきものというそういうあの姿勢を、厚労省の方は取っています。で、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですが、あの会社というものは基本的にその労働者の労働力を、まあ、買い上げてですね、賃金を与えて業務をしてもらうということを通じることによって会社が儲けを上げるということをしているわけですので、労働者に全ての費用負担を押し付けるということがあってはならない、あってはならないんです、原則としてですね。ただ、まあ、中にはですね、若干そういったものがあるかもしれない。だからその場合はあらかじめ、求人の時にですね、こういうものがあなたの負担になるんですと、それから契約書にも書いてあるよと、それから就業規則にも書いてあるよというふうにしておかないとですね、いけないということです。労働者が分かれるとですよ、自前で何々を用意したというのは本来はそれ会社の、あの経費として落とせるものなのにそうしていないと、でこっちが損をするという、一方的に損をするばっかりですので、まあ、そういうことはやっぱり避けなければいけないだろうと思います。ただあの実はこの件を先ほど の長岡のですね、ICT サポーターの件はすでに新潟労働局の方に行って、今、まあ、一応これ偽装請求だろうというふうにこちらは思っていますので、その労働者派遣について行っているあの部署ですねところの方に行って、で、まあ、話を聞いてもらい、もちろん偽装請求の話もしてということなんですが、あのやっぱ、まあ、基本はですね、基本はですけれども、やっぱり会社が負担すべきものなんだと。ただ先ほどそのモデル例のところにあったように、すでにインターネットの回線が個人で引かれていると、で個人利用と業務利用とどれぐらいの差なんかっていうのがわからないということで、その、まあ、混ぜてしまって個人でやってくれっていうところもあるんだろうし、じゃあ一定額手当として払いますよというところも、まあ、あるということなんですが、あの忘れていけないのですね、あの ICT サポーターのその場合はですね、先ほどあの求人の金額を見ていただいた通り、長岡の場合1125円、まあ1300円とかね、いくつかこう1000いくらっていうのはありましたけども、そのぐらいの水準なんですね。で月でだいたい10だから7
行くかどうかと。新潟ならね、東京20いくつっていうふうに22だったかな、なんか書いてありましたけれども、それぐらいの水準なので、やっぱそこからですね、例えば光回線のものを引こうと思ったら、月々まああれか6000円ぐらいかな、6000か7000円ぐらいですよね。で Wi-Fi のね、このやつ買ってきて、なんか私全然それあのやったことないんであれなんですけど、こんなの持ってですね Wi-Fi 飛ばしてるんだという場合だって、やっぱりそれに近いぐらいの金額を取るわけですよ。まあ、今ねアルバイト先に行ってるんですっていう場合も、意外にその LINE のグループで、やり取りしてるという時代なので、まあそういう時代だよなと半分思うけど、だからといってそれの状態を当たり前というふうにしてはいけないと思うんですね。やっぱり一定額、それは会社が負担すべきもので、まあ、具体的にはですね、そのどうしようかなと思ってはいるんですが、その手当を払うのか、それとも元々の時給が低いということもあるので、やはりその時給をアップすることによって、手当の代わりにすると言って、誰でしょうかね、まあ、そういうふうなことで、考えているわけです。まああの、皆さんどう考えるかね、分かんないです。その ICT サポーターってそもそもなんだっていうところからスタートするんだと思うんですけども、あの、まあ、確かにタブレットとかパソコンとか、そういったものを使えないっていうことになるとなかなか大変なんだろうし、学校の先生たちだってそれを使うことによって仕事が効率化するのであればですね、そういったものもまあいいかなとは思いますが、一方やっぱりその ICT 機器を活用する授業を提案する人なのに、ですよ、資格不問、学歴不問で、その低賃金で学校の先生相手にこれでどうですかっていうのはね、あまりにも安上がり、多分大元の教育委員会がものすごい安上がりで委託費を出している。まあだから委託されている会社だけが悪いんじゃなくて、委託しているところの教育委員会がそもそも良くないんだというふうには思います。まあ、その辺ですね。あの、皆さん、まあ、お子さんがいてですね、例えば小中学校、高校生とかね、いて、今の学校こういう状況なんだってっていうのは分かる方いらっしゃったらですね、あの、その、実際に子供さんからお話聞いてみるとか、あるいは学校の先生からですね、お話聞いてみるとかいうふうにしてみていただければと思います。はい。いや、それにしてもですね、まあ、最初この話はそれこそその、このね、テレワークの、まあ、今時だなという、この話からスタートをしているんです。やっぱりその、オンラインで、やってくれと、あるいは自宅のパソコンを使ってやってくれと、まあ、パソコン使って、例えばその、なんか先ほどちょっと言いましたけど、働き方がね、学校で7時間、自宅で1時間、残務整理というのがあるから、当然その報告のために、パソコン等がね、そこにオフィス製品とか、まあ必要だというのはわかるんですけどね、最低限ですよ。最低限必要なんだけど、だからといって、絶対に、光回線でなければなりませんっていうのもおかしいし、例えばオフィス製品でも、互換用のものってあってフリーがあるじゃないですか。でそっちでもいいですよっていうならわかるんですけど、じゃなくってマイクロソフトオフィスですって言われちゃったら、そんな高いのみたいな話になりますよね。だまあそういうのが、要するに自己負担が増えていくわけですよ、そのテレワークで、あの全くあの歯止めがなければですよ。だこれはやっぱり今時の問題だし、労働組合とかは黙っていたらいけないなというふうには思っています。まああの最近ちょっとね、もうバラしましたから言いますけど、学校の先生からあのいや頑張ってくれというふうには言われてるんですよ。でいろいろこう自分がねこういうふうにしてやってるんだけど、それあの全部、労働局の方に言っていいからつって書いてくれてですね、あの全部ポンと
投げてあるんですけど、やっぱり、大変なんじゃないですかね先生もね、と思いますね。その方はまあ教務主任なんで、全部学校のこと全部まあやらなきゃいけない人ですから、やっぱりな、これは大変だなというふうに思っています。はい、レインボーユニオンはですね、あの名前、まあ以前は新潟青年ユニオンと言いましたが、別にですね、若者だけではなくて、また男性だけではなくて、年齢に関わらず、それから性別に関わらず入ることのできる、まあ地域で活動している労働組合です。各会社ごとに作られているという、いわゆる企業別の組合ではないので、いろんな人がいます。いろんな働き方をしている、いろんな会社の人がいる、雇用形態も、まあ、正社員もいればパートもいればですね、いろんな働き方っていうのがあるんだという、まあ、そういう組合ですので、まあ、私が思うのは、企業別の組合、自分の会社の人の組合だと、働いてる時のその人間関係の延長線でしかないんですが、うちの組合の場合はそことは別にして全然バラバラのことを話ができる、会社の悪口みたいなのを言っても絶対に会社には通じないっていう、そういうところでですね、いいんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、入りたい方はぜひ入っていただいて、それからちょっと相談したいとか、なんかあるんだという方はですね、下のコメント欄に書いていただくか、あるいは差し支える場合はメールとか LINE アカウントが下の方のリンクがありますので、そちらの方からご連絡いただければというふうに思います。この動画、まあ、いいかどうかはわかんない。まあ、テレワークというものについてちょっとどうなのかなと、私も勉強してますので、わけがわからない。まだ正直ごめんなさい。私が理解できてないんですが、いろいろまあ一緒に勉強していけたらいいかなというふうに思っています。よかったらこの動画、高評価押していただければと思います。それでは今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。